続いては戦没者を忘れないために新たに慰霊祭を開いた男性についてです。戦没者の追悼というと8月15日が思い浮かびますが、はい、今日福井市の五穀神社で慰霊祭が開かれました。なぜ今日なのか、そこには悲惨な歴史を忘れてはならないという強い思いが込められています。それを機に奥野も春樹が御霊まぐさめの御祭り使え祭り、いよいよますます福井市の五穀神社慰霊祭を開いたのは戦没者の孫などで作る敦賀市遺族次世代の会の奥野春樹会長、57歳です。今日は叔父が生まれた日からちょうど100年、22歳で戦死した叔父の霊を慰めました。奥野さんの叔父八鷹さんは1923年大正12年の11月10日生まれ、20歳の時に陸軍に召集され、敗戦が色濃くなった1944年に激戦地フィリピンのルソン島に送られました。戦況が悪化しても本国から武器や食料の供給はなく、日本兵は島に置き去りに。大半が戦闘ではなく飢餓や病気で命を落としました。奥野さんの叔父も日本が敗戦を認めた翌日の8月16日、ルソン島で病死しました。こう恵まれた社会の中で、生活させていただいているだけに大変劣悪だったろうなって思いますし、まあ無念だったこともたくさんあったんじゃないかなと。学長、敦賀市の遺族会は毎年8月に戦没者法要を営んでいます。なぜ叔父の生誕100年という節目で慰霊祭を行ったのでしょうか。途絶えてしまうんですよね、そんな方の存在そのものが。それが一番戦没者に対して申し訳ないことだと、忘れてはいけないという思いからこの100年祭どうしても再考していただきたいなと思って。五穀神社では戦没者の生誕100年を節目にした慰霊祭を行ったのはこれが初めてです。今回初めて再考させていただきました。忘れた時にまた新しいその災いが起こるんではないかなというふうに思っています。なのでそういった方々に感謝の心をして、これからずっと平和であるようにっていう祈りを捧げること、これが私は平和への第一歩だと思っていますので、お亡くなりになった方の資料を見ていただいて、でもしそういうふうに回答するんであれば生誕100年を再考していただきたいなと。一番大事なことは人命なんですよね。人の命の大切さっていうものを伝えていく必要もあるんじゃないかというふうにも思っております。はい、もちろん毎年の8月15日には慰霊祭や、まあ、法要というのは営まれますが、ただ年に1回では風化してしまうという危機感から戦没者の生誕100年を節目に新たに慰霊祭を開いたということです。奥野会長はこの新たな取り組みを県内外に広げていきたいとしています。